アメリカの議会会員は12日、連邦政府の借り入れ限度を定めた債務上限を12月3日まで一時的に拡大する法案を可決しました。法案はバイデン大統領による署名を経て成立する見通しです。アメリカ議会会員で可決された法案は債務上限を12月3日まで4800億ドル、およそ55兆円引き上げる内容です。 これにより、アメリカ国債がデフォルト・債務不履行に陥る事態は当面の間回避される形となりました。ただ、野党・共和党が債務上限の本格的な引き上げには協力しない姿勢を示していて、バイデン政権としては政府の資金繰りが再び行き詰まる12月までに改めて対応を迫られることになります。